おはようございます。今日の相場解説1月30日は6時35分なんですけども、15分足から解説していこうかと思います。この15分足なんですけども、この黄色いところでねゾーンを作ってみました。で、この黄色をですね引き続きこういうふうに伸ばしていきますけども、私はこの黄色のゾーンで、どこだったかな、ここでもう一回レジサポ転換が起きて、こっからねこちらの下の世界で推移すると思ったわけなんですよね。まあですから売りのトレードをかけていきました。ところがですね、もう一回こっちの方に行っちゃいまして、まあ私当然ロスカットを食らって、今朝起きたらまあね1万円弱の損失を出していたかなっていうところでございますね。なかなか素直に言ってくれないというかね、私の解説とか読みも甘いなと思いましたけども、ここまで念入りにしても結果的にそうならないことがあるわけなんですけども、ただね、だからといってああ損した終わりではないんですよ。ずっと丹精込めて、思い描いていた仮説とかね、それから考えのこう変換とかっていうのをずっと辿ってみると、どこに間違いがあったのかってことがわかるんですよ。今回ですね、ここにレジサポ転換が起きたってところが、あ、ちょっと待ってください、間違いだったのかなと反省するわけなんですよね。で、ゾーンも結果的にもっと引き間違いがあったのかなと思います。で、もう一つ言うと、ここに15分の N を読み取っておかなければならなかったかなと思います。ここの N を超えたところで、いつもの私でしたらこのね包み足をここに見出したと思うんですよ。包み足ね、これ包み足ですからね。ということはインパクトがあるのがここなんですよね。ここだろうと考えて、ですからここでね、あの売りに入ったのはちょっと甘かったなと。売りに入るんではなくって、ここで買いに入ることを待ち構えているっていうのが今考えたらねベストな選択だったかなと思いますし、もう一つ言えるのはですね、まあ、天井をここに引くのも一つなんですよ。ここも包み足ですからね。包み足。もう一つ言えるのは、まあこれはレンジに入ってるって考えることですよね。ちょっといろいろ消しますね。あくまでこれ15分なんで、普段見ないところですけども、今回は15分をね、しっかりと吟味しなくてはいけなかったかなと思いますよ。このレンジなんですよね。このレンジの中で黄色い部分、今ではもうゾーンとは呼べませんけども、ここでエントリーすることの不利さですよね。買いでエントリーするときでも、売りでエントリーするときでも、むちゃくちゃ不利なのが、このレンジの真ん中のあたりでね、エントリーしてしまうことなんですよ。レンジポジションがなぜ優れているかっていうと、レンジがはっきりしたときに、ここで売りをかければ、ほとんど負けないということと、ここで買いに入れば、ほとんど負けないっていう、二つのところでレンジオプションっていう戦略が練れるわけですよね。まあ、あとは波乗りトレードみたいに、まあこういうふうにね、行くこともできるんですけども。あ、ちょっと変な形になっちゃいました。すいません。波乗りトレードみたいに、こういうふうにね、ゆらゆら揺れていく中で、ここで決、エントリーして、ここで決済、ここでエントリーして、ここで決済っていうのを波乗りのようにね、波乗りトレードのちょっと説明省きますけども、そういうこともできたんですけども、これはちょっとね、難しいですけども、まあちょっとね、戦略のミスだったかなと思います。まあそういうことで、あ、自分のここがミスだったって分かるのも非常に大事なことなんですよ。だから、失敗を無駄にしないようにしたいなというところですよね。ちょっと解説長くなりましたけども、15分の方は終わります。それでは、1時間の方からまたやり直していきましょう。1時間なんですけども、これね、私の考えた通り、陽線で始まった、この今週のチャートなんですけども、陰線に転じました。しかもその陰線が上髭を出してますね。で、移動平均線が3本とも、デイリーでは、この、売りに向かっているよということで、まあまあ、思った通りにはなったかな、というところでございます。ただ、思った通りになってもね、瞬間的に勝てなくちゃ意味がないですからね。で、ここの4つの束。で、ここの束。ということで、方策変えて、これからね、レンジに入っていくと、横ばいですよね。移動平均線も横ばいになっていく。これが、
4時間だということですね。でさらに1時間なんですけども、1時間どういうふうになっているかということですね。あの捜査トップっていう見方をされる方もいたと思いますけども、まあ捜査トップね、ここでは捜査トップがなくはないかなと思いますけども、こちらの方はねまだ分かんないですね。こちらの方はここにレンジがあって、同じような形でここにもレンジが形成されるんじゃないかなっていうふうに考えるのが、まあいいかなと思います。ですので1時間ではエントリーのポイントがちょっと見出せないかなっていうところですね。まあエントリーするとしたら、あのおそらくなんですけども、1時間ね、この辺りに抵抗を感じて、こっから売りに入るかなっていうところですよね。ちょっとまだわかんないです。もうちょっと今までのね仮説が外れたんで、今週あと見てるだけになるかもしれません。すいません。まあこういう形で4時間っていうのが、わかります。で、次1時間ですね。すいません。次は1時間です。1時間はまあ冷静にレンジがどこにあったのかっていうのを引いていきます。ここにレンジがあったのと、今レンジの形が変わって、ここですね。で、普段だったらレンジがあってレンジがあると、その間のここが取れるんですけども、これがね。今回これがないですよね。レンジのまんま、ちょっと次のレンジに行っちゃったんで、ここを取るチャンスもなかったかなってところなんですよ。まあですんで、非常に、今週はですね、これですから、利益が取りにくい週ということだったかなと思います。あと、今日、明日とあるんですけども、あんまり期待が持てないかなと思いますよね。だから、無理せず、今週は、負けの1週間だったということで、もうね、負けを譲るしかないかなというところでございます。まあ、こんな時もありますよ。だから、負けをね、ごまかさずに、こういう時だけね、放送しないみたいなこともあるんですけども、私はもう緻密に放送して、だけどダメだったと。だからこういうふうに感じたっていうふうな、そういうふうな足跡を残していける、非常に意義のあるね、一週間にしようと思います。あと本日、明日と お付き合いいただければ幸いでございます。それでは、失礼します。